何？入ってないよ。なんで？今日小豆取ったらどう？小豆。あ、ちょっと絶望感取れるかもね。この間の小豆どうしたの？あるよ。あればっかりじゃ、あのあんこ作れんから。あんこなんて作れんよ、まだ。うん。35度だ。鬼まん作る？一回ぐらいは。鬼まん作りたいなと思ってるけど。鬼まん作るって聞いてるじゃん。作るって言ってるじゃん。じゃあさつまいも取ってから。そうでホットケーキの素で作って。小麦粉じゃなくてホットケーキの素で作るの？小麦粉でもいいけど。うん。あ、小麦粉も買ってきたなこの間。台風過ぎたぐらいにやる？あ？今からもう掘る？タカちゃんはねもう全部掘っちゃったっつった。うん。今日来て。あの3ヶ月とか4ヶ月で全部掘った方がいいって言ってね。うん。あの言ったで全部掘っちゃったっつった。うん。はい、それでは今からさつまいもを掘って鬼まんやります。鬼まんはいつ作るか、え、今日作るんじゃないの？1週間ぐらいほかっといた方が甘みが出る、うん、私も3日でいいって聞いたけど、たかちゃん1週間ほかとかに帰りました。うん、じゃあ1週間後だね。来週また鬼まんを作ります。今日は掘るだけ掘るか。うわー、養鶏できとるじゃん、あずき。なんでやりたくなくなったって、自分がこんだけ撒いたもんでしょうがない。すごいいっぱいできるねこれね。これ上を積むもん。うん、ここを積めば、ここを積めば、うん、ここに花芽があって、うん、大きくなっちゃう。うん、ここ積むもんで、もう本当嫌になった。さあ今日はこれから鬼まん用のさつまいもを掘ります。鬼まんどれぐらいに何個いい？一株ぐらい取れば鬼まん。一個でできるようなたくさん作りじゃないの。一個掘るだけだもんね、別にいいだろ。いい、汚れへんだろ。芋って別に掘ってさ、そのまま放置しといても別に腐らんのでしょ、さつまいも。うん、こんなとこにはちょっともできる。どんだけついておるの。1,2,3,4,5,6 こんなに全部ついとったらえらい儲かっちゃうけど。何が儲かっちゃうの。お金がついとるなら芋だってしょうがない。芋だでしょうね。おー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 、ちっちゃいな。ちっちゃいのがいっぱいついてるじゃん。困るじゃんね、これがみんな大きくなってすごいね、ちょうどいい大きさね、焼き芋にね。うん、オッケー。これさつまいもじゃちょっとちっちゃいよね。さつまいもって何？さつまいもじゃない、あの焼き芋。焼き芋ならちょうどいいじゃない？ちょっとちっちゃいよね。そっか。あ、一番大きいの、こっちが一番大きいのやつがね。これが一番大きいの。これ細長いやつか。はい、じゃあこれは。いくつついとるの？あ、1,2,3,4,5,7でしょ。だって。あ、八つか。八個だよ。うん。ね。これが全部でかくなったらどうすんの？ということで、これを1週間寝かして鬼まんにします。それでは1週間後。ここに隠しておくか。え、そんなんでいいの？そうそう、だってあのうちの中入れて困るじゃん、汚いの。え、こう腐らんの？そんな感じもいいし。あ、明日か明後日だもん、そんな1週間も経たない。明日か明後日やるの？うん、ということで小豆は取らんのかな。小豆は取らんとね。うん、一練りしてから小豆取る。明日雨降る？明日は今日の夜からもう降り始める。え、ほんと？うん。どうするの？取る？ほんじゃ取らんとかって。一練りしてから？ほんで干しとこがないじゃん、雨が降れば。うん。そうだな。今からやるの？今からやるんですよ。また中へ入るとやりたくなる。じゃあ手伝ってあげるわ。はい、ということで今日の収穫はカゴいっぱいに収穫できました。これでペットボトルどれぐらいなの？1本分ぐらいなる。全然ならの？うん、あの小さいペットボトルにいっぱいあるかどうか。うん、え、もじゃ去年なんかめちゃくちゃたくさんできてた。そうだよ。これからか。これからまだ青いのがいっぱいな。丸いやつがあるじゃん。
出ちゃうね。そんなにたくさんナス欲しい？買っちゃったよ今日。なんだ？スーパーで。ナス田楽作ってる。ナス田楽。焼いて味噌つけるやつ？焼いて味噌つけ、あ、あれ焼いて味噌つけるのか？揚げるのか？素揚げするのか？素揚げでも美味しいよ。うん。じゃあそれをまたあの味噌で。素揚げはミクも好き、私も好き。うん、こんなに嬉しい。はい、ナス味噌にやるようないいやつはない。みんな曲がってるから。